はい、どうもこんにちは、ボボてっぺです。皆様お気軽にボボちゃんと呼んでください。よろしくお願いします。はい、今回なんですけども、初心者ハードベイト入門編ということで、今回はですね、山間部にある野池、こちらですね、こちらを攻略してみたいと思います。で、ここの池はね、もう結構どん深なんですよ。もう岸からすぐね、ブレイクがあるので、急進な地形ですので、基本ね、ファーストブレイクから手前のブッシュまで、そこをですね、攻めていきます。で、山間部のね、池って結構ね、木が手前に沈んでてね、枝とかね、まあ、それが尾田を形成してですね、非常に引っかかりやすいので、やっぱりね、ファーストルアーはスピナーベイト、サライケとかもね、釣れましたね。で、最近はね、北浦でも釣れましたね。もういかにもね、小魚っていう、こうカラーですね、キラキラしたシルバー系のスピナーベイトです。とにかくね、スナックレス性能って高いんでね。はい、ではね、もう基本ショートキャストです。もうそれで十分ですね。やっていきましょう。こんな感じで、こんな感じでね、ショートキャストです。とにかくね、ショートキャスト丁寧に刻んでいく、それがね、バッスリ全体においてもね、釣る秘訣になってますね。ちょっとね、ここのね、バスプレッシャーが高いんで、今のね、ガサガサでもうダメかもしれないですけど、とにかくね、スローに、魚が見えないですね。というより、ね、魚が見えないですわ。はい、でね、タックルなんですけども、まあね、サライケでも使ったロッドですね。ワールドシャウラのミディアムライト 6.6 フィートですね。それにダイワの SS エアーというリールを合わせてます。ギリ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 に投げて巻いてみると、思った以上にね、シャローに魚が見えないですね。一応ね、鯉がいるからいると思うんだけどね。僕もね、こういう企画をやりだしてからね、あのハードベイトのね、釣りに取り組み出したのでね、やっぱりね、ワームってやっぱりよく釣れるんですけど、やっぱりね、よく釣れる釣りってそればっかりになっちゃうじゃないですかね。やっぱりね、一匹欲しいんで、僕もね、そうだったんで。若干濁ってんのかな、ここのね、池自体はあのかなり久しぶりなんですわ。ちょっとね、沖にも投げてみます。沖になるとね、結構深いからね。で、スピナーベイトだったらね、そこをスレスレを引いてもね、全然引っかからないので、そこのね、形状、ボトムがね、どんな感じなのか、それもね、一緒に感じてくると。意外と浅い側にいないのかな、あんま見えないですね。いつもだったらね、結構バス見えるんだよね。とにかくね、スピナーベイトをね、おすすめする理由がね、引っかからない、アピール力もあるし、
スピナーベイトとクランクがあれば OK でしょって言ったレベルですね。ただここ最近のこの池のコンディションがよくわからないんで、あまり遠くをね攻めすぎちゃうとね、どんどんね迷走してっちゃうんで、できればね近場をね釣りしてみて、釣れなければちょっと沖に投げて。ただねこの時期は沖のねボトムべったりじゃなくて、どちらかというとねファーストブレイクの上らへん、この池でねスピナーベイトだよ皆さん。 OK 来た、 OK いいね、早速 OK。 これもね、ね綺麗なバス、さすがね世界一釣れるスピナーベイト、世界一釣れるルアーですね。結構沖だったね。とりあえずね沖から、ファーストブレイクのね水深、沖に投げてファーストブレイクのね水深までを沈めたらバクッ、いいバスだねこれ。ここのね野池にした結構いいバスですよ。ありがてー、よかった。引き続きねスピナーベイトで狙っていきたいと思います。ありがとうございます。ねやっぱりスピナーベイトでしたね。結構大きめで食ってきたね。さあここはもう橋脚だよね、橋脚。そしてのね、シャローまで。やっぱシャローにあんま見えないですね、魚が。やっぱり大きなのかな。やっぱりね、ファーストブレイクのね、水深が多分 1,2 メーターまでだと思うんですけど、そこまでね、沈めて、そんでね、スローにブレイクの上までを引っ張ってくると。で今日は意外と岸沿いよりもね大きめの方が正解なのかもしれないですね。で結構スピーディーにね探ってますけど、特にねこれから秋ということで、もう巻物のちょっとね今追いかけてきたっぽいね。巻物のね秋とかね言われてますけども、やっぱりね夏ちょっとね、今年もそうですけど、35度とかねやってくると暑いですよね。そうなってくるとね、あの適水温をね超えてきちゃうんで、魚たちがねハードルはね追えなくなってきちゃうわけですよね。でだんだんね秋になって、いわゆる適水温ですよね。そうなってきた時巻物の反応がねぐっと良くなるよね。はい、いかがだったでしょうか。スピナーベイト編ということでね、ちょっとね一本しか取れなかったんですけど、ちょっとねこの通り朝がね過ぎてしまうとちょっとね太陽が出過ぎちゃってるかなといった感じです。で今ね時刻が何時ぐらいだ、まだね6時50分ぐらいなんですけどもね、ここまでちょっとね日が出てきちゃうとね、ちょっとスピナーベイトだとねちょっと辛いかなといった感じで、次回はねクランクベイト編をやりたいと思います。でもね5時に来てもう2時間もしないでね、一応スピナーベイトでね1本取れてます。でやっぱりねここの野池ですよね、神奈川県にね住んでる方ならわかると思いますけど、神奈川県アングラーだったらね絶対わかる超超超メジャー野池なんでね、ここでねハードベイトで釣れたっていうことがね結構価値のあることだと思いますのでね、そこはね多めに見ていただけたらと思います。ではね次回クランクベイト編、ちょっとね連続でアップするかどうかはわからないんですけど、やっぱりね動画っていろんなところで釣りしてるのを見たいじゃないですか、ね、富士五湖行ったりとか霞行ったりとかね、
そういった感じのね雰囲気もね出したいのでね、ちょっと連続で出すかはわからないんですけど、こんな感じでね、もうショートキャストですね、ほぼほぼで、まあ、たまにね巻きフォールって言ってカーブフォールをね駆使してレンジを広く探ってみたりとかね。でまあ基本はねファーストブレイカー手前までの推進をねスローリトリーブで問題なく釣れると思いますのでね、ライトリグとかねワームにちょっと隔たりがちでたくさん釣れて嬉しいんだけど、ちょっとね気持ち的になんかすっきりしないなって方はね、これを機にハードベイトにチャレンジしてみてはいかがでしょうか。ハイピッチャー4分の1オンスめちゃくちゃ釣れるんでね、ぜひとも釣り具屋さんでね見つけたら1個ね1000円ぐらいだったかな、結構ハイピッチャー安いんですよルアーの中でね、ぜひともね買ってみて、そして試してみていただけたらと思います。まあ僕はね別に OSP の人間ではないんですけどね、まあ一応ね釣り YouTuber としてね釣れるルアーをね紹介したいので、ハイピッチャー4分の1オンスこの通りね結構釣れてますのでおすすめしたいと思います。ではありがとうございました。ボーテッペでした。バーイ。